はい、おはんでございます。日本武道学者の吉田です。なんか今日は久しぶり、なんか数ヶ月ぶりの、YouTube です。今までもですね、なんかもう百何十本出してきて、あまりね、何を言っていいのかネタがあんまりないなと思って、探しては見たんですけれども、まあ、大体網羅しているので、ちょっとこれからは重複して切り口変えていうことも出てくるかなと思います。今日はですね、かかととか相撲の四股相撲の四股の進み方と、まあ、空手ですとか合気道ですとか剣道ですとか、そういった踏み方、かかとを使って前に出るっていうことと、まあ、表面意識と背中の意識というその違いについてちょっと説明したいなと思います。ちょっと下を向けてくれ、足まあ日本人ですからね、我々は子供の頃よく相撲を取って、今子供をね、学校によっちゃ相撲を取ってると危ないからやめなさいって注意されるそうです。少年部にね、教えてるんですけどもね、相撲を取ってるかって言ったら危ないから注意されるということを言ってましたね。で、相撲ですけど、まあ、プロの相撲とかね、見てる四股のこうこういうのありますね、こういうふうになってます。私が言いたいのは、その時にただわかんこうやつま先でつま先でこういうふうに出るかってことね。こうだから、こういうふうにして出てるかな、こういうふうに出てるって勘違いしてる人も多いんじゃないかなと思うんですよ。要するに四股だったら、大場に言うとこう出て、かかとで踏み込んでこう、かかとで踏み込んで出る、それと手が一緒にこうかかとで踏み込む、かかとで踏み込む、かかとで踏み込む、その形でこういうふうにしていくと。ちょっと私も膝を打ち見たいんで、あんまりちゃんとできないですけど、あと逆だったらこういう形になるね、かかとで常に踏み込んでいくと。そうすることによって当たった時に下から相手を上に突き上げるっていうのかな、そういう形にが現象っていうか、そういうふうになります。これがつま先でこう蹴っていくと重心が上がるんで、どうしてもね、こう下から相手を突き上げるっていう形にはならないですね。あくまでも下からこうかかとで踏み込むんで、その時絶対いつも言ってますけど、腰反ってこうやったら絶対ダメですよ。腰反ってやったらもう重心上がっちゃうんでね、自分の重心上がるんで、仙骨を締めたまま、そしてかかとで前に行く、かかとで踏み込む、かかとで踏み込む、で手とこう体一緒にね、こうねじってもこうねじってもダメですね。あくまでもこのままかかとで踏み込むってことが大切ですね。これが突きだったらかかとで踏み込む、大突きでも前足でかかとで踏み込む、剣道でもかかとで踏み込む、相手の全部動きがかかとで踏み込むことによって、相手をこう内心を上げるとか、自分が下に沈み込んでいくっていう形になりますので、かかとで踏み込むと。そしてここはあくまでもいつも言っているように締めたまま、うんこ我慢の姿勢のままかかとで踏み込んで、尻ペタのここを膨らますようにしていく。もうちょっと上げて、ちょっと OK それじゃないんだけど、そこのレバーを取って上げたりしてるんだけど、そうそれだけだ。カットやってそれでね、あともう一つが、そのかかとで踏み込むということと、仙骨を締めて
あと必ず相手を腹の上に乗せるようにすると意識すると背骨の肩甲骨、大体肩甲骨って6番7番あたり、胸椎、胸椎ってあの胸の骨の肩甲骨のそこがへこむんでね、要するにこの背骨のここの出っ張り、猫背になる出っ張りをスッとこうへこますと、その状態を作って遊びをなくした状態ね。だから自然にこれが首の後ろ固定ができます。その首の後ろ固定というのは一般昔から言われている顎を引いた状態ということですね。これはあのね、一番最初にね、もう何十年前から言ってますけれども、そうだ、こうやってね、姿勢をね、顎をこうやって出して猫背の場合とはこうやってやって、こうね、これで状態でこう引くのと、このグッと引いて、ここへこまし、このここをへこましてね、ここね、顎を引いた状態っていうのを、耳を肩に乗っけた状態で引くと、ブレがなくなると。別にこれ力で逆らってるんじゃなくて、姿勢ちゃんと作ると。それで、例えば体当たりして、まあラグビーでも何でもいいんですよ、こう体当たりした時に、こうやって顎を出してバーンってこう体でぶつかるのと、姿勢作ってバーンってぶつかるんじゃ、肩の遊びがなくなるんでね。このもう一回例えば今腕引っ張ったけど、これでこうやってやってね、弱いけどもこれできちっと固定するとこうね、これがブレがなくなる。だから体当たりする時でも必ずここの出っ張りね、これをへこますと。この2つこう締める、そしてかかとで前に出る、そしてここへこます。さらに、これは難しいんですけども、意識を前に持たないで背中に、普通は例えば体当たりするときにこう来るときにね、お互いに表面意識でこの野郎って感じで悪い言葉使うと、この野郎ってぶつかって相手を倒すっていうか、押さえつけるっていうかね、負けないっていう気持ちになって意識が前面に出ますから、で前面に出た同士でこうバーンバーンと出た同士で前と前の意識でバーンとぶつかります。そっちの方が強いように絶対感じるんです。でも実際は表面意識じゃなくて、こっちは何もなくして背中だけピッと張って、そうすると弱いように感じるんですけども、そのままただ向こうで表面意識、こっちは背中の意識ね、はい、こっち何もなんか分かんなくなるんですよね。これできたら面白い感覚だと思うんですけども、そういうことを踏まえてやるとちょっと稽古すると面白いかもしれないです。まあ一般的な表面で負けないと思って表面意識に全部持ってきて、お互いに体当たりする、体ぶつけ合うではなくて、片方を受け入れるつもりで、胸に受け入れるつもりだけども、背中ではちゃんと受け止める。背中で受け止めるんで、胸で受け止めないで背中で受け止める。ここは受け入れるって。そういうような気持ちでバーンと。さっき言ったかかとの踏み込み。つま先じゃなくてかかとで踏み込む。そしてうんこがまの姿勢は作って。で、胸椎の肩甲骨の間はへこまして。意識は前じゃなくて背中で受け止める感覚で。そういうのを一応やってみてください。今日は今年初めてということで終わる。これで終わります。何か質問ありましたら、質問の方よろしくお願いします。